と言います。俺もおお。この度より本日も新鮮なミノたちが届きました。本日は何が届いているでしょうか。先日もご紹介しました、これの噴火湾さんのお刺身のホッケーですとか、カキも届いています。そして、まあ、注目は、やはり、冬季、冬の間は、限定のマダラの白子、後ほど、焼き白子でご紹介いたします。今焼いてますので、後ほどお待ちください。まあ、この真っ白な、ふわふわが印象的なマダラの白子ですが、遅れませんが、初恋というドラマを、ネットフリックスで見ました。とても、感動的で、物語の良さもさることながら、出身の北海道の舞台ということで、引き込まれる作品でした。皆さんも、北海道の舞台にしたドラマや映画などがございましたら、コメント欄に、ぜひ、ご紹介ください。投稿してるうちに、焼けたかなと思いますので。あるにくいは熱々ですが、焼き白子もシンプルに、ちょっと塩をつけて、塩とレモンで、塩だけで、めちゃくちゃ、入れてみます。レモンが、お